えと今、セッション ABC の方がまあなるべく混ざるように座っていただいていると思うんですけれども、なんかさっき、同じセッションだった人しかいないみたいなグループはないですか、大丈夫ですか。大体、ABC の方が混ざっているようなイメージでよろしいですか、大丈夫でしょうか。では、まとめセッション、最後のセッションになりますけれども、始めさせていただきたいと思います。まとめセッションはですね えー、ここに目的が書いてありますけれども、えー、本日学んだことを振り返り共有し明日を変えるとなんかかなり大きなことが書いてあるんですけれども、えー、と具体的な到達目標もですね2点ありますが同じですね、えー、まず本日今日10時に集まっていただいて、えー、午後セッションまで6時間ぐらいですかね、えー、勉強したと思うんですがどういうことを学んだかを振り返るそしてそれを踏まえて明日からそれぞれ皆さんが それぞれの現場に戻られた時に、えー、ときに何をするのかというのを考えていただくというその2点になります。で、まずですね、まあ、大まかには2部構成になっていまして、まず今日何をやってきたっけっていうのを振り返ります。それがこの1って書いてあるところ、本日の振り返りというところですね。で、ここはですね、基本的に、えー、と皆さんと一緒にこの1の1というところ、レジュメを確認していくという作業と、えー、と1っ2の1と ところではではすね、セッション A から C までの講師の先生方にそれぞれうちのセッションではこんなことやりましたっていうのを話していただきます。なので結構皆さんからするとちょっと見たり聞いたりするという時間になるかなと思います。 がまあ、それはそんなに長くなくて、ですねそのあとがワークですね、えー、今申し上げた本日学んだこと、それから明日につなげることという2点について、ですね、えー、と今、それぞれ、まあ、なるべくセッション A から C の方が混じっている形で、ですね3人の新たなグループが形成されていると思いますので、その3人のグループ、ないしは2人ですかね、2人のグループで話し合うという、そういう流れにしたいと思います。 でではですね、まず午前セッションの振り返りということなんですが多分、ですね、皆さんちょっと午後の印象が結構強くなってですね、午前何やったっけっていうのを忘れちゃったかもしれないのでちょっと一緒にですね、レジュメを見ながら振り返りたいと思います。えー、お手元にこのレジュメ集を出していただけるでしょうか、えー、まずです、ね、10時からは趣旨説明ということがありました。 でまあ、ここではです、ね、目的や構成を確認した後ページをめくっていただいて、まあ、本日のルールこのビックリアルセッションのルールを確認したり自己紹介というふうなことをしたんですがここでまあそれぞれ皆さん参加動機を書いたと思うんですよねでその時のグループの皆さんで共有したと思うんです5時半にどうなっていたいかとそれをちょっと今一度頭に思い起こしながらこのまとめのワークにも取り組んでいただきたいと思いますそれぞれぞ動機があったと思います。 で次がですね、えー、セッション1ということで、ここがの事前学習の復習ということで、30分間やったと思うんですけれども、そうですね、例えばですね、えー、とさらにページをめくっていただいて、 えーっとスライドの5、4ページのスライドの5というところを見ていただくと、えー、っと形成的評価と総括的評価ってなんだっけっていうのをみんなで思い出したりだとか、あとその下のですね、えー、左下のスライド7というところでは、ちょっとここはあの言葉が難しいねみたいな話にもなったかと思うんですけども、評価一般をする際の注意点というのをえ復習したと思います。まあ、そういうこともやったなってちょっと思い出していただきたいんですが、そしてですね、 えっと次の5ページを見ていただきますと、まあ、ルーブリックってこんなんだよねっていうのを確認した後にですね、えー、左下のスライド11というところ、ここはちょっと飛ばしましたけれども、明日その皆さんがそれぞれ現場に戻られたときに、昨日何してきたの、ルーブリックを学ぶってどういうことをしてきたのっていうのを、まあ、聞かれたらどう答えますかみたいな、そういうまあ問いかけをして。 それを考えつつセッション2以降も過ごしてくださいねというお話をしたと思うんですけれどもそれをまたちょっと思い出していただいてこのまとめの時間にですね、頭を整理していただきたいというふうに思います。ここまでがセッション1でさらにめくっていただくとですね、1時間ちょっとですかね栗田先生の方からセッション2ということでサンプルのルーブリックを改善していくと。 というのがあったと思いますで、まあ皆さん、人のルーブリックだと突っ込みたい、突っ込みどころがいっぱいあってですね、いろいろあの気づく点があったというお話があったと思うんですけれども、えー、とここについてはですね、あのまあ比較的記憶が新しいかと思うので、最後まで飛びますけれども、えー、とスライドの13、9ページですね、9ページのスライドの13というところで、その共通のルーブリック、えー、サンプルのルーブリックを、 改善するというワークを通して、まあ、ルーブリック一般についての注意点というのをあの抑えたと思います各グループで抑えられたと思います。でそれを踏まえて午後の各人の文脈に応じたあセッションに臨んでくださいねというお話で最後終わったかと思うんですけれどもそれが、まあ、実際に各人の文脈の落としてみたときにどうだったのかというのも振り返ってみていただきたいなというふうに、えー、思います。以上が午前セッションの振り返り返と いうことになりますけれども、えっと、まあそれを思い浮かべていただきつつ、ですね、えー、皆さん、それぞれ3つあるセッションのうちの1つにしか参加していないわけなので、他の2つが何をやってたかというのもまあちょっと気になるわけですよね。なので、そのあたりの話を、ですねそれぞれのセッションの講師の先生から伺いたいなと思います。では、まずセッション A について、ですね吉田さんでよろしいでしょうか、お話しいただければと思います。 皆様お疲れ様でししたセッション3の A を担当しました吉田ですまあまあ時折栗田先生にも多分お話を振ると思いますけどあのセッション3の A では何をやっていたかといいますと実はですね A に来てくださった方々はもうすでにルーブリックを作成したことがありかつ活用されたことがある方々だったんですね。でそこででもう最初からですね皆さんには あの事前にルーブリックを印刷してきていただいておりましてそのルーブリックをですね印刷したものああそう私もやろうと思ってたんですけど <laughs> ありがとうございますあのルーブリックを印刷したものを真ん中に置いてこれ A2 の紙なんですけど A2 の紙の上にルーブリックを貼ってもらってまず午前中のセッションで、まあ、どういうルーブリックがいいのかということをまあ 皆さんと一緒に考えてきました、まあ、そういった視点をもとにまずご自身で修正できるかということを考えてもらい、まあ、直接ルーブリックに記入してもらったんですねでその上でもちょっと自信がないところこ,ここはどうすればいいんだろうというところを青い付箋貼ってもらいましてで自分なりにまあその こういうふうにすればいいのかなとその疑問に対するあの答えとして青い付箋疑問が青い付箋で自分なりの答えが赤い付箋という形で、まあ、まず個人ワークをしていただいたんですね。でさらにグループで話し合っていただいて他者の視点からまあやはりその相手のルーブリックは、まあ、嫌なところが見えるじゃないですけどそういった意味もあるのであの改善点を他の人たちから、まあ、あの青い付箋で貼ってもらいかつあのそのまあ ここが改善ってありますよってだけで終わらせるわけではなくじゃあどう改善できますかというのを赤い付箋で書いてもらうということでまず最初の1時間ほどは個人のルーブリックを改善するという時間にしましたいやありがとうございますありがとうございますこれが午前だったんですねであの休み時間を少し長めにとりまして15分ほどとってそのルーブリックの赤い付箋と青い付箋が載ったものを、まあ、みんなでちょっと回覧しながら、まあ、休憩していた。 でその後のセッションがどういうものだったかというと、まあ、ちょっと、まあ、さっきこれ落ちちゃったんですけど Q&A というものを作ってもらいましたでどういうものかというと、まあ、やはりルーブリックを作成したりですとか活用する上で、まあ、多くの疑問があったと思うんですね。でそういったものをあの 例のごとく青い付箋に書いていただいてでさ,さらにグループ内でまたその青い付箋をまあいくつも書いていただきそれに対してじゃあどういうふうな改善案ですとか解決策が考えられるのかというのを赤い付箋で書いていただきましたなので実はあの全グループ分周りに貼ってありますのであの最後置いておきますので、まあ、もしご興味があれば是非ご覧くださいということですねであの ただグループだけで閉じるわけではなくグループ間の交流も促したかったのでギャラリーウォークという方法を取りまして他のグループの人たちが、まあ、違うグループのポスターを見てさらにコメントするようなワークも入れました、まあ、なので、まあ、そこでいろいろな、まあ、情報交換がされたというのが、まあ、セッション A でしたということですね、まあ、大雑把には伝えたので何か印象に残ったことですとか <laughs> そういう <laughs> <laughs> やったことはお伝えしたのではい。 いや,あのやったことで Q&A 集というのはこの後そのサイボーズで共有を目指しておりますのでこの後またこれ写真に撮ってあの上げさせていただきますそれから可能であれはピアンタ懇親会場にも持ってきますので <laughs> <laughs> そこでこう見ていただくようなあの時間も取れればなと思います。 が貸し切りなんですよだから壁に貼っておくとなら行ってみようという方はあの会今からでも受け付けておりますのでよろしくお願いしますあのじゃあ感想だけ一言ですねあのセッション A というのは経験された方なのでもうあの各グループで学び合いといいますかこれはこうしたらいいんじゃないかというようなあの具体的なアドバイスの,あのなんていうかディスカッションがまあ行われていて。 お互いにその、まあ、ルブリックってその正解があるわけではないのでそれをこう探求し続けるその学生さんの学びにどう結びつけるのかという観点でよくしていくというずっと改善をしていくというサイクルだと思うんですね。なのであのそうしたあのお互いから学び合うということでいいものを作っていくというような時間になっていたかなと私は思っています。皆さんセッションへの皆さお疲れ様でした はい、吉田さん、栗田先生、ありがとうございました。では次、セッション B ですね、堀上先生と竹内先生にお話を伺いたいと思います。よろしししくおお願いします皆さんお疲れ様でした えとセッション B の方はですね、あはルーブリックをまだ作成したことがないという方とそれから作成はしたことがあるんだけど実際に授業などでは使ったことがない活用したことがないという方が大体半々ぐらいの,あのメンバーでしたでそこでやっていただいたことはです、ねえー、まず最初に、えー、共通のテーマで,です、ねまあ、初年時の,、えー、のプレゼンテーションの科目 この科目を評価する採点するルーブリックを作っていただくということをまずやりましたそしてそのプレゼンテーションのルーブリックをもとにです、ね、実際に3人ほど学生さんのプレゼンテーションの録画を持ってきておりましたのでそれを見ていただきながら実際に採点をしていただく。 作っていただくそして採点をしていただくということをですね4人グループであのやっていただいたということですまああの初めての方も多かったものですからまずはこう 体験していただいて、実際に体験して採点をするっていうところまでやると。実はかなり細かいところまでのすり合わせが必要だったり。ちょっとした言葉がですね、それぞれの、あの辞書が違っていたりとかですね。ちょっとした言葉が、あ、こういうふうに伝わるのか、じゃあ学生にもこんなふうに伝わるかもとかですね。まあ、そういったことが、あの、起こってくるかと思います。まあ、そういったことを、こうすり合わせながらですね。あの、教員と学生が、あの、何を目指して、何を学び取るのかというのを共有していくものが、まあ、ルブリ。 じゃなないかなというふうに思っておりましたので、まあ、そういう共有の時間をそうですね前半あの1時間ちょっとあの取らせていただきました。で前半はですね今回いろんいなあのそれぞれのあの現場を持たれたあの方々がいらっしゃっておりましたのでそういった方々とのあのコミュニケーションということでもう本当に自由に席を座っていただきました。で後半今度はえ少しこう グループを変えましてあの比較的親和性のある方々とのグループに再編成いたしまして今度はそこでですねあのご自身に。 ご自身のルブリックを作っていただくということをやっていただきましたただこれはもうちょっともともと時間がもうないということが分かっておりましたので簡単、まあ、だし、まあ、最低限観点だしというところでと思っておりましたが、まあ、あの具体的にあの持ってきてくださっていた方もいらっしゃってです、ね、あの熱心な意見交換がなされていたように思います、えー、そしてそこでまたいろんな気づきや課題があったわけですがそれはですね A チームが今 Q&A を作っているので <laughs>。 ぜひあのそこで学び合いましょうということでですねあの振り返りの場に戻ってきたということです、えー、じゃあ引き続き竹内先生からお願いしますはいお疲れ様でしたえっと私はあのティーチングアシスタントのような形で入ったんですけれども今日あの参加された方皆さんあの優秀な方ばかりでですね比較的あの暇な時間が多くてですねあのつらつらといろんなことを考えておりました で考,える考えているうちにです、ね、三つほどの言葉が湧き上がってきました。一、えっと、つは目利き、もう一つは見えるか、三つ目がすり合わせ。この三つです。で目利きというのはです、ねえっと、私自身も小論文の評価をしています。けれども、ルーブリックをやるようになってから、自分自身の,その小論文の,その。まあ 見方、鑑識眼っていうんですかね少しずつこう仲間と共にやっていくことで高まっていったんじゃないかなという気がします。えっと、プレゼンなんかの評価もやはりあのただ漫然と ABC で評価するよりもやはりルーブリックを作ることによって言語化されて目利きになっていくのかなっていう気がしてやっぱり目利きになるっていうのが大事なのかなっていう気がしています。 それれからもう一つは見えると言葉が生ままてきました、えっと、普通はです、ね、私たちどんな教育観を持っているかとかどんな学生観、生徒観を持っているかですねこんな子がいい子だとか、えっと、こんなことができるといいねとかあの割とその暗黙のレベルであのなんとなくこう漠然としたものがあるんですがそれをこう言語化しないとルーブリック作りはできないと思うんですねでそういう意味ではこう見える化があの達成されるあのいい機会なのかなという気がしました。 そして最後にすり合わせなんですけれども、えっとまあ、モデレーションなんて言葉があの言われますけれども結局あの一人一人の見方ってかなり違います一緒に小論文なんか添削してもう結構あの課題を10個以上一緒に。 検索していていもあのかなり評価割れるんです、ね、でそ,のそういう中でもこうすり合わせをしなくちゃいけないんですね。がんとして譲らない先生がいる場合もあったりとかあるいは簡単に譲っちゃう先生もいたりするんですがそれはそうじゃなくてあのお互いに一つのこう共同主観性という言い方が正しいんでしょうか一つのこう客観性ではないにせよこの共同体ではどんなその価値を作っていくのかなとそういう新しい価値を作っていくような作業になるんじゃないかなと。 ここんなととを感じた次第です、はい、以上です。す。す。ははい、い、い以上ありがとうございます、えー、と今ですね堀上先生の方から、まあ、セッション A の方が Q&A 集をあのこの貼ってあるやつですねを、えー、作られているので、まあ、それに学びましょうというお話があったと思いますけど、まあ、同時にですねセッション B でですねこ特に作成経験なしで初めて今日、まあ、観点出しとはいえ作られた人からこう A の人が学ぶこう何て言うんでしょう新鮮なこととかもあるかもしれませんのでぜひその辺りこの後の グループワークで取り組んでみていただければなというふうに思いますありがとうございましたありがとうございましたでは最後にセッション C 成田先生にお話を伺いたいと思いますよろしくお願いします皆さんお疲れ様です、えー、セッション C の方だったんですけれどもあの今回ごあの ここにいらっっしゃってる先生あの大学の先生とか企業の方とかいらっしゃると思うんですがあの高等学校の先生がまあ中心であお一人あの小学校の先生が入っていただいたということです。でちょっとあの今回こう分けさせていただいたのはやはりあのインタラクティブティーチングの中でいろいろ勉強してきたことはベーシックなことは結構こう、えー、ちゃんとした通じるところがあるんですが高等学校はあの学習指導要領というのがあってですね、えー、こうやんなきゃいけないとかちょっといろいろ違いがあるもんですから。あのー 高校の先生方をあので集まっていただきました。でえっと最初はですね、ご、え、る、ー、あの。 レポートの,あのルーブリックを作り直すというのは午前中にやったんですがプレゼンテーションをしたもらったものをどう評価するのかというのはあの、まあ、我々の方で用意したあのルーブリックを使って採点していただきましたでこれはあの狙いはまあ2つあるんですが1つはそのルーブリックそのものの中身をどう作っていくのかということがちゃんとできるかということもう1つはです、ね、同じものを採点しても先生によってだいぶあの、まあ、先ほどちょっと出てましたけどあの違いが出てくるわけなんですね。 これあ後で先生方のお話が出てきたときにルブリックの良さっていうのは形成的な評価っていうことで学びを流すっていうのはすごくいいんだけども高等学校の方では大学もそうかもしれませんけど成績つけなきゃいけないので毎回形成評価なんかできないよみたいないいタイミングでちゃんと総括的な評価は使えないとダメなんじゃないかみたいな話が出てたんですけどもそのためにはやはりこうお互いがちゃんとこう 横並びでちゃんとできるかどうかってことが重要なのでそういうことを少し体験していただいたということです。でそれを踏まえまして今回の場合経験が作って実際やられている方それから全く作ってない方がいらっしゃいましたので教科および経験があるかないかっていうことでいろいろご自身のものを直していただくのとそれから全体でやりましたプレゼンテーションのルーブリックを直していただくっていう2つの課題で。 少しやっていただいてそれをシェアしながらルーブリック作りのポイントについていろいろディスカッションしていただくというようなことになりましたこの後ですね具体的な話がこの中でも出てくるんじゃないかなと思うんですけどやはりその形成的な評価と総括的な評価をどうするのかとかあとは期日後ですね えー、一つの観点があったときにその記述を分かりやすく、えーまあ、特にその学年に合わせて分かりやすくやるにはどうしたらいいんだろうかとかいう話もあのこう出てきたのでかなりあの、えー、具体的なことがまあ出てきたと思いますで実際にやっぱりあの教科によっていろいろ違いがあって英語はですね4技能のことがやっぱりあってキャンドゥリストなんていうことで英語科さんはかなり先に進んでいるっていうかそれもの組織だってやってるっていうところがまあ,あった ところがあると思うんですけれども、あのそういうところが今後ですね、あの大広大接続っていう形になってきたときに。 高校の学びと大学の学びをどうつなげていくのかっていう意味でもですねこの後のディスカッションでぜひあのルーブリックどう活用できるかとか可能性があるのかなんてことをあのディスカッションしていただければすごくいいのかなというふうに思っておりますはいじゃあ以上ではいありがとうございますそうですね今おっしゃったようにあの1人の学生は高校に行ってそしてその後まだ多くの人は大学に行ってというふうにつながっているわけなので今日はあ,のあえてセッション3つに分けて えー、小中高の先生というのはまあ別にしたわけですけどもこれからのまとめの時間はですね、まあ、せっかくあの大学の先生と小中高の先生というのは一緒のグループがまあ多くできていると思うのでその辺りのまあ意見交換もしていただければなと思う次第です。 でではですね、えー、と内容の共有はこれぐらいにしましてワークの方に入っていきたいと思います。ワークはですね結構長い、えー、たっぷりと取ってあるんですけれども、まあ、小刻みにあの区切ってですねやっていきたいと思います。まずですね取り組んでいただきたいのが「1個人」と書いてあるところですけれども、えー、今日のビッグリアルセッションについてですね振り返るということになります。 で皆さんのお手元のです、ね、レジュメにはです、ね、本日学んだこと午前とか、その次のページですね、めくっていただくと、本日学んだこと午後という紙が、空白が、余白のある紙が、余白のあるスライドが用意されていると思います。 そこにですね、それぞれですね、午前で学んだこと、午後で学んだこと、あるいは午前でですね、学えー、と疑問に思った、さらに知りたくなったこと、午後で疑問に思ったこと、さらに知りたくなったこと、という計4つあると思うんですけれども、そこをですね、ご記入いただければなと思います。で、その後にですね、先にちょっと、あのワーク、次にやる内容も言ってしまいますけれども、 えー、その後にですね明日を変えるために自分ができることというふうに進むのですけれどもまあそういうふうなことをですねあしを変えるためにできることというのをこの後書かなきゃいけないんだなそしてそれを各グループで共有するんだなってことをまあ念頭に置いた上でですね今日学んだことこれからもっと知りたいと思ったことそれぞれ午前午後について書けるだけ書いてみていただければなと思います5分間取ろうかなと思いますけども何かご不明な点のある方いらっしゃいますか 大丈夫でしょうかよろしいでしょょううかかよろいでではですねまた前にあの時計を出しておきますので残り時間も気にしながらーワークまず一ですね一に取り組んでいただければと思いますでは始めてください。 はい、ではです、ねえー、と続いてです、ねえー、と明日につなげることについても、えー、と書いていただければと思います。こちらについても5分取、えー、りますのでまた前に時計を表示させておきますのでお、えー、お書きくださいお願い願しますで早く書けてしまったという方は、えー、と他にないかなというのを考えていただいてもよいですし。 また先ほど申しましたようにこの後グループでの共有に入りますので、まあ、どういう順番でどういうふうに話そうかなというふうに頭を整理していただくのも良いかなと思います。 何分ぐらいの方も書き終えられたのかなという雰囲気ですけれども、えー、ともう一度ですね、えー、とまあこの後共有に入りますので、えー、どういう順序に話そうかなとかそういうのを考えておいていただければと思います、えー、皆さん2人ないし3人、まあ、多くは3人のグループだと思いますけれども20分この後取ってありまして結構長い長く取ってありますので、まあ、あの書いたことを結構 <laughs> お話しできると思うので。 改めて話す順序だとか話し方話す、うん、方ですとかを整理していただければと思います。ではですねマルさんのグループでの共有に移ります。えっ、ー、と今あの途中でお帰りになったりする方以外でグループになってないという方いらっしゃいませんが大丈夫ですかはい。 でではですね、今お座りの2人ないし3人のグループでの共有を始めていただきたいと思います。えー、2人のところはまあ2人で20分なので10分ずつぐらい話せるかなとか、3人のところはまあ大体6分ずつぐらいかなと、時間管理は皆さんにお任せしますので、また前に時計を表示しておきますので、まあ、適宜それを見つつですね、えー、共有していただければと思います。では、ですね、えー、皆さんの方から見て右手、一番右手に座っている方からスタートしましょうか。大丈夫でしょうか。 はい、では始めてください。はいはい あのもちろん終わりじゃないです。<laughs> まだあと18分30秒残ってます。すみません、1点あ大事なことを言い忘れたので補足させてください。今ですね、皆さん、明日につなげることというスライドの12まで書いていただいたと思うんですが、もう1枚めくると、ですね他者から学んだことという、スライド13がございます。で、実はここがですね、今、これからのワークで使うところでして、今、1人目の一番右手の方がお話になっていると思うんですけども、ああ、そっか、そんな学びも気づきもあったのかとか、 そういうことがあると思うので、そういうのをです、ね、ぜひそこの欄に書くという形でお使いいただければと思います。よろしししいいででょうかでは再開してください はい、じじゃゃあ共有が終わってくださいい最後拍手ではですねせっかくですので、えー、とまず本日学んだことについて午前でも午後でも結構ですしまたあのさらに知りたくなったこととかあ講師への質問という形でも結構でございますけれども何かあのご発言のある方いらっしゃるでしょうか こんな面白いいいいいい話を隣の人が言っていたとかでもいいでででもももすすけれども <laughs> 質問でもいいですよ、はいえっと、ルーブリックの評価について聞きたいんですが、えっと、具体的に、えっと、評価する方法とかもしくはルーブリックを評価する時のルーブリックとかってないんですか <laughs> ルーブリックを評価する時のルーブリック多分言いたいことがいろいろありそうな先生方いらっしゃると思いますけどもじゃあ吉田さんからいきますか。 えとですね、実はありましてメタルーブリックって言われてたりします。でもあのー、今のところですね、そのルーブリックの。 ちゃんとした研究がないんです、ね、なのでそのループメタルーブリックを使うと、えー、より良いルーブリックになるというような研究は今のところ少なくまあ私が見る範囲ではないのでそういった意味ではあの今後実はあの我々開発しようかなって考えてあのいるところでもあるんですなのでまあ交互期待といて <laughs> おきたいところでもあるんですがいろいろと見ますとやはりまずそのサンプルを用いてちゃんと評価できるかどうか,だかそのただ机上で こういう観点かなというだけでなくてまあ、やはりそもそもそういうサンプルを持ってちゃんと評価できるかをチェックしているかというのもやはり重要なポイントになりますしあとやはり一人で作るのではなくてチームで作った方がクオリティが高くなるという話もあるのでそういった意味ではやはり共同で作るというのもポイントになるのかなということになりますなのであのおっしゃる通りその実はルーブリックのためのルーブリックというものもありましてあのそういった開発がまあ今後はまあ望まれるんだろうなというふうには思っています ちょっと追加で多分何かあると思うので <laughs>、逃げ道をなななくさいいみたいそうです、メタルブリックはまだないですが、ガイドライン的なものは、なので経験的な知見から引き出されたそのガイドライン的なものは、まあ、研究としてこんなのがいいんじゃないかっていうのがあるレベルなんですね。なので、もし研究をあの進めようと思う場合には、 今ここにいる皆さんはルーブリック持ってる人多いからご協力いただけるといいかもってちゃんと <laughs> あのサイボ胞ズであのそういうご協力をいずれさせていただくかもしれません。 あのメタルーブリックというふうにですねアルファベットで検索していただくといくつかあの出てまいりますので既存のものという意味ではそういうものをまたご覧になっていただいてでまた細胞ズを活用してですね我々でメタルーブリックいいものを作っていこうというふうになればいいかなと思っております他はどうでしょうか学んだこと午前でも午後でもあるいは疑問が思ったこと講師の質問ではえっとこの順で聞きます <laughs> あすいませんえっ、ー、とまあ他者、えー、から学んだことっていうふうなところでも,もあったんですけれど私の中で、まあ、ずっとこのルーブリックについての疑問というのがずっとあかねがねム o クジ j m o o c をさせてもらってたとこからありましてあのさこれはルーブリックはその学習者に最初から渡しておくべきものなのかそれともやはりもう その最後に渡してやるべきものなのかっていうのが、まあ、全然解けなかったところではあったんですけれどまあ、A、今日の A グループの方のお話を聞いたところあのやはりその学習目標と評価は一致しなければならなくて学びを促す評価としてルーブリックがやはり存在しますのでそういう点でいくとその最初からやはり渡しておいて理想的なものを 作ってもらうっていうふうなことが学習目標と評価が一致するっていうふうなところになってくるのかなっていうふうに考えてました。でこれがすみません、最後にちょっと少しだけそのなんでそういう疑問を最初にまず持ったかっていうことを説明がし損なったんですけれども、あのー、理想的なものをまず、あ、最初にルーブリックを渡してしまうとみんながみんな理想的なものを作ってきて理想的以上のものができないんじゃないかっていうふうなことをちょっと私は疑問に思ってたんですね。なのであまりあの 変わり映えのしないものがみんな出てくるんじゃなかろうかという,ふうなことをちょっと考えていたんですけれどそうじゃなくって、やはりその学習目標はここまでという,ふうなところでそこ,にいちゃんとそこを満たすようなものを作ってきてくださいという,ふうなところであれば、まあ、絶対評価という形でそれができている人はもう合格ですよという,ふうな形でいいのかなということで私の中の疑問が解消できたというところは、まあ、ありがたいことだったなと今日1一日学んでよかったなとうう感じましたありがとうございました。 ありがとうございますルーブリックを先に渡すべきか否かという論点について、まあ、1つ解決が見えたということなんですが、実はあの動画とか書籍でも、ですね両方のことが書いてありまして、ルーブリックの使い方という項目には、ですね先に学生にレポート課題を渡すと同時にルーブリックも渡してしまうというの方法がありますというふうにお勧めしています。他方において、ルーブリックのメリット、デメリットという項目のデメリットの1つとして、今おっしゃっていただいたように、まあ、学生がそれ以上目指さなくなると。 そういう独創的なものがなかなか出てこないというのもデメリットとして挙げていたと思います。このあたり、結構ご関心のある方いらっしゃると思うんですがほかに同様の疑問を持っていて解決したとかあるいは、まあ、むしろしなかった方のほうがいいですかね、ありますでしょうか。皆ささん結構納得れれた形ですすか失礼ししまま、えー、私がそををずっっとあの悩みを持てておりまして えー、チェックリストとしてはあのルーブリックは非常に有効だなと思うんですけれども生徒の独創性とかその創造性を見るといったときにはどのような表の文言というかどういうふうにしてみたらいいのかというのはすごくあの悩んでおります、えー。というのは高校の方では21世紀スキルとかその問題あ答えのない問題に対応しなきゃいけないそういう力をつけるといった場合に。 まあそれをつけたかついたかどうかというか、それを評価する場合に、まあ、ルーブリック、有効だと思ってたんですけれども、ちょっとあの、まあ、そうでもないのかなとかいうふうにちょっと感じているので、そこら辺お聞かせいただけるとありがたいです。 ありがとうございます、まあ。特に今、高校の文脈でということで、えー、21紀スキルってやつですかね、えー、お話があったと思うんですが、同じ高校の先生で、あるいはあの高校の先生でなくてもですね、お考えがあれば何かお聞かせいただきたいですけれども、どうでしょうか、講師の先生でもよろしいですけれども、関戸さん、いかがですか。前あのリアルセッションででここで受講したとに 全く同じ質問を多分僕一回しててその時にはだったらあの先生が独創性をそのレポートに求めるんだったら独創的な記述があるとかそういう評価観点を入れてあげるっていうのが一つの考え方ですよねって言われてあの結局やっぱりその課題で 僕はあの課題ごとでルーブリックって書いてるんですけどその課題でどの評価をしたいのかで独創性ちょっと学生が発揮できそうだなって時には評価観点に独創性入れたものやってますしあんまりこれ独創性を求めても苦しそうだなって時にはむしろあの一般的なそういうレポートの レポートとししてててのの使使用をを満たたたいいいるみなそういったものを使い分けてますあとあのセッション A の方で出たのはそういう例えば100点満点のレポートを作る時に5点とか10点分ぐらい加点のための余白を残しておいてそこはあの先生がその学生の独創性っていう評価観点に書いてない項目で評価なさって加点するようなそういう余白を作っておくとそこを解消できるんじゃないかな 私が今日それを学んだことですすありがとうございますあの観点のところに独創性でお書きになる場合基準のところはどうお書きになるんですかね <laughs> ちょっと教えてもらえればいやあの学生が分かるっていうところをがメインなんでもう僕書いてる時には 僕が思いもよら理想的なところは僕が思いもよらなかったことは書いてあるけど説得された。で思、思いもよらないこと書いてたけど伝わってこなかった。予想もできたし伝わってこなかった。<laughs> みたいな、<laughs> そんな感じで。ありがとうございます。それだと結構作れそうかなという気もしてきましたが、いかがですかあ、はい、竹内先生、お願いします。 えっと、ど,どでしこれでのすか、ね、<laughs> <laughs> すみません小 <laughs> 論文でやるときには常識的思考って発想でやりまして常識的思考の域を出している独創っていう意味でああ、えっと、評価観点は思考力でやってます思考力で常識的思考を出している常識的思考の圏内にとどまっている常識的思考レベルにも達していないっていうのは私の一例ですけどもあのご参考までに。 おおという声が <laughs> 上がっていたので納得された方も多かったのかなと思いますが他この点に関してよろしいですか関連して大丈夫でしょうかすみませんえとちょっと掲示板の時にもいろいろ考えたんですけれども結局そのループリックを作ってでも まあ、ルーブリックには書いてないんだけどこれも本当は書いてほしいんだよなっていうのは採点してると出てくることがあってですね私とかだと、まあ、同僚とかがあの特にこれこんなこと普段言ってないはずに、ね、ここが足りないよなっていうふうに言うことがあってですね、まあ、そうやって漏れ出る声っていうのでルーブリックを改善していくことで、まあ、あの本当に求めるものっていうのを記述できるようになっていくのかなっていうふうに思います。 ありがとうございます今ご紹介があった通りですね、事前学習の6の3っていうところですかね、の事前学習のワークというところで、ルーブリックのデメリットの克服方法を考えてくださいというワークがあったんですね、事前課題に。ででそここのののところでまあ何人かの方があの 問題提起だったり、自分なりの回答だったりというのをしてくださってたんですけども、ぜひですね、あれは事前課題のですけれども、これ終わった後も、もちろんサイボウズを使って考え続けることは重要だと思いますので、えー、と今ちょっと思い浮かばないけども、家帰ってから思い浮かんだとか、明日から実際使ってみて思い浮かんだとか、いろいろあると思いますので、ぜひそのあたりですね、サイボウズにお寄せいただければと思います。他もう一方、手を挙げていらっしゃったのは、はい。 質問が2つあるんですけどよろしいでしょうか、はい えっとまず一つ目はルーブリックがどんな場面で使えるかっていうことが知りたいです。えっと、C のところで話し合いのときにレポート、プレゼン、論述、まあ、作文というふうに出てきましたしあとまあ生活面で考えれば例えば、下駄箱の上履きがどういうふうに入っているかっていうのを写真に示してそれが素晴らしいとか、まあ、もう少し頑張りましょうっていうのもできますがそれ以外の場面でどんなところで使えるかなっていうのが知りたいです。 でもう一つが、えー、とルーブリックで、まあ、よく2点、1点、0点というふうになっているんですがマイナスの尺度を作ってもいいのかいけないのかというところが聞きたいです。お願いいしまますすありがとうございますでは一つずついきましょうかまず最初のです、ね、ルーブリックを使う場面ということですけども、まあ、典型的にはレポートの採点とかだと思うんですけども他こういう場面でも自分は使っているよとかあるいは周りの人が使っているよというなんか情報をお持ちの方がいらっしゃれば。 教えていいいいいただければなと思まますすがいかがかかでししょうかはい、お願いします、えっと、全く7項目にはなってなくて結構まあ時間がかかるルーブリックなんですが1学期末の振り返りということで、えー、大きな観点でいえば学校での学習家庭での学習学校生活家庭生活中高なんでまあ部活動でその中に細かい項目として観点として授業の理解度学習の到達度 授業への参加、学習意欲家庭での学習だと宿題への取り組み学習家庭学習の状況で学校生活だと生活の状況先生先輩給養との関係。 家庭生活だと生活習慣家庭との関係家族の一員としての役割、まあ、お手伝いをしているかどうかとかですねあとはまあ部活動だと参加状況とか組織の中の自分とか自身の成長とかいうようなことをまあ4段階ぐらいで評価をしていますので、まあ、お手伝いとかいうようなことであればまあ小学校とかでも簡単な日本語で説明がつくのかなというふうには思いました。 その生活指導とか部活動とかでも使えるよという情報を教えていただいたんですけれどもその辺りは何かこうなんて言うんでしょう一般的なレポートの採点とかと注意違う比較した時にこう注意しておくべき点とかっていうのはあるんでしょうか、はいえー、とこれはですね、まあ、1学期の末に期末、えー、テストが終わった後に書かせて三者面談がありますのでその時に、えー、まあテレビやなんかに移して生徒にプレゼンをさせて各自で S, S をつけたんなら S をつけてその理由を話をさせるというようなことをしています。なのでまあ生徒がどう思ったかが保護者にそのまま直に伝わりますので <laughs> <あ>の <laughs> まあ私は黙って聞いておけばいいというメリットはあります。ありがとうございます。具体的な使い方まで教えていただきましたけども他どうですかよろしいですかあはいいお願いします えっとあのちょっとだけの逆転の発想なんですけど今ちょっとうちの学校で試しにやってるのは先生の授業を評価するための学生が評価するルーブリックってのを作って教員の授業を評価してもらったんですよ。で目的としてはあのルーブリック使うとさっきもちょっと出てた目利きになるっていう部分があるんで学生がこの授業はいい授業この授業はあまりみたいなのを 感覚じゃなく、ちゃんとそういう評価観点に基づいて判断できるようになるんで、学生がこう、意外とそれをやると、学生が結構乗ってくると、いい授業にはすごくよく反応するようになるとか、そういうのも起こり得るっていうことを。我々もまな板の上の声で <laughs> 実はあるということが分かったと思いますけれども、他はよろしいですか。 なければです、ね、もう一つご質問いただいていたその尺度のところで,です、ね、マイナスとかをつけることはありだろうか、なしだろうかということですけれども実際にマイナスという尺度をつけているよとかつけているものを見たことがあるよとか、うん、マイナスはつけなくてもいいんじゃないかとか何でもいいですけれどもいかかがです尺度にマイナスを設けることの是非についていかがでしょうか。 動画や書籍ではですね、まあ、1段階でつけてもいいし、まあ、つけるとしたら5段階ぐらいで評価尺度はつけるのがいいかなとか、教育的配慮のある文言にした方がいいかなといったことは書いてあったと思うんですけれども、マイナス問題についてはいかがですか。はい。 マイナスと少し違うのですけれども、あのドボンを作っておりまして、あの一番下の尺度が1個でもあったら不合格というものを作っております。ここはクリアしてほしいという点です、ね。すべての観点が並列なのではなくて、あのこれだけはクリアしなければいけないという最低限の項目が観点があるということですね。あ<る>それは確かにマイナスに近いご指摘かなとは思いますが、いかがでしょうか。 先生方ででももよろしいですけれどもあ、はい、あの先ほどの,あの午後の栗田先生のルーブリックで「立場のサポートとは関係ない記述」っていうふうに、まあ、あの客観的に表現してましたけれどもあ,のあくまでもこのルーブリックっていうのは学生の成功的体験とかそういったものとかあの、まあ、あの学習を促進するそういったものに使うのでマイナスっていうのはと考えると より客観的なな表現をした方がいいいいんじゃないかというのはちょっと思います。学びを促すためのルーブリックであってであるからこそ教育的な配慮のある表現をした方がいいみたいなことを言ったわけですけれどもそういう意味ではマイナスっていうのはその教育的配慮っていうところに少しそぐわないんじゃないかなというお答えご指摘だったと思うんですけれども、いかがですか <laughs> いやよくなんか小学校の現場だと意外にその、ね、教育的配慮しなきゃいけないんですがなんかその提出物遅れてきているから減点とかっていうことが結構日常茶飯事で起こっているのでどうなのかなっていうのがちょっと気になっただけですはい、はいお願いします小中学校分からないんですけれども私は看護の実習評価ルーブリックを作ったことがありまして。 あのそこでも同じで遅刻欠席をどう扱うかっていう話なんですねでもこれを何点とか減点とかでいくとじゃあ何点までだったら休んでいいんだみたいな話になったりとか遅刻してもいいんだって話になるから最初入れてたんですけどもなくそうとでも遅刻欠席をすれば他の観点が必ず点数が低くなると、うん、だからあえてそれを見なくてもちゃんとや頑張った子は成長するし頑張らなかったら低くなるしっていうふうでいけるんじゃないかっていう。 経緯があります一つ参考まで ありがとうございます。今おっしゃっていただいたあの欠席の回数を書くかどうかというのはルーブリックだけじゃなくてシラーバスの時にも出んか3回まで欠席を3回以上したらあ負荷にするとかって書いてあるとじゃあ2回までしていいのかみたいに受け取られかねないからどうしようみたいな問題があ,あるということなんですけども、まあ、今のお話だとその授業への参加度というのとパフォーマンスというのがまあかなり比例しているのでそこのところでそういう何て言うんでしょう出席点のようなものを特に意識しなくても。 おのずと成績があの綺麗につくのではないかというそういうお話でした。他この問題についていかがですか。よろしいですか。はい。尺度として使っていると言えるかどうかでちょっと悩んでたんですけれども、私あの最終課題で発表をプレゼンテーションさせてあのい,いるんですが、えっと時間内にあの終わら終わら終えているかどうかっていうのをチェックするために。 というのとあと練習が十分であるかどうかっていうのを入れたかったんですけど練習量が十分である十分じゃないっていうのはちょっと主観的すぎるかなって思ったのであの15分以内に収まってるかどうかで30秒オーバーしていたら全体の点数からマイナスっていうのにして満たしていたらまあゼロでそれは例えば10点満点の点数であの全部があの合わせたらそういうふうになるってなった時にそこには含めずに、まあ、15分以内だったらもう。 あのゼロでそれを超えていたらマイナス2というように2つの尺,あの尺度であの評価をしておりりまますすありがとうございます今のもあのポイントがいくつかあったと思うんですけれども、まあ、練習量っていうちょっと測りにくい主観的になってしまいがちなそれこそ信頼性の問題であの引っかかりそうなところをまあ15分以内に収まるかという具体的な数字具体客観的に測れるものに置き換えて検討されているというそういうことだったと思います。 ありがとうございます。すでではですね、まだまだ <laughs> 出てきそうな勢いですけれども、ですね、ぜひ皆さん、これはサイボーズで続きを議論していただくことにして、ですね、明日につながることについてもですね、お聞きしたいと思います。こういうことを明日から意識しようと思うということ、何でもよろしいですけれども、どなたか発表していただける方はいらっしゃいますか。どううでしょうか。 まあそんなに恥ずかしがらずにです <laughs>、ここまで来ると、何でも良いかと思いますけれども。今までルーブリックという形、形式にのっとって、ルーブリックを作成したことがなかったので、今日ははこういうふうに作るんだというのが体得できましたから、あの明日からというか、2学期からあの授業で作って、生徒に示したいなというふうに思っています。 あと、あのちょっとこ明日につなげることになるかわからないんですけどあのチームで作るといいというお話がありましたがなかなかその教員、高校の教員の中で温度差があってこのチームで作るっていうのがあのすごく多忙だし難しい課題だなっていうふうに思っています。 チームで作ることの重要性についてはさっき吉田先生もおっしゃったかと思うんですけれどもただあの現場によってはですね言う安やく行う形でですねなかなかその仲間を見つけるのが難しいよっていうのがあるかと思いますそういう同じ悩みを抱えてらっしゃる方結構多いんじゃないかなと思いますけども自分はこういう形でまあ克服とまではいかなくても工夫してるよとかそういうアイデアがあれば是非教えていただきたいと思いますがいかがでしょうか ええと、私が作ったルーブリックを同僚に見てもらって、実写実際に使ったりしてるんですが、えっと使っていただいた後にどういうところがあの使いにくかったかとか、そういうことを声を聞き取って改善に生かすっていうようなことをしています。また、えーと今度何かみんなでそういう勉強会をしたいなと思っていますので、そこでえっとま仮のもの。 何かマニュファクチュアで作ったものでもいいですし、今実際使っているものでもいいんですが、そういったものを題材にしてみんなで、えー、と改善点を書き出すみたいなそういうことをしようかなと思っています。ありがとうございます。もう一方聞きましょうか。あのまあ私まあ研修をこうする仕事をまあ学校高校ですけど職場でさせてもらっていて。 今あのカリキュラムマネジメントというもう一つ大きなテーマがあってであのスキル、そういったもので例えば各教科があのどんなものを例えば授業を受けるまたは質問するそれからプレゼンテーションするそういったもので各教科に、まあ、ルービックを出してもらうことで可視化するでこれ、カリキュラムマネジメントでやっていくという形で、まあ、皆さんに協力してもらう。 そんなことをしています、はい、その取り組みは結構うまくいっていますかどうですかあのまだ各教科にこう作ってもらってる段階であの、まあ、満点のところがこう出されたところまでなんですけれどもこれをやっていってまた教科の今度履修の時に説明にも使ってもらっていくでそうやって高校もあのかなりこう縦割りで各教科で。 さまざまな考え方があるので、同じ例えば授業を聞くっていう言葉でも。先生方で全然イメージ違うので、こういったところをこう目合わせていこうかなと思っています。ありがとうございます。そうなんですよね。同僚の先生ともなかなかこう巻き込んでいこうと思っても、皆さんお忙しいので、なかなか難しいよっていう声はよく聞くんですけども。まあ、一つの方法としては、こう小さなものでもいいので、こう成果が。目に見えるような成果が積み上がってくると、ああ、じゃあ、自分もやろうかなっていう仲間が、少しずつでも。 増えてくると思うので、そのあたりをですね。今、あのお2人のお話,お話聞きました。けれども、意識していただければいいんじゃないかなと思います。またですね。あの、もちろん同僚の方を巻き込んでいただくのも重要なんですけれども、まあそれが本当に難しいよ。っていう場合、あるいはまあ同僚の方を既に巻き込んでいたとしてもですね。是非こういう場にです、ね。<laughs> 来ていただいてですね。あの、同じ志を持った別の学校の人と協力するというのもいいんじゃないかなと思う次第です。 ではもう一方ぐらい明日につながる宣言を最後聞きたいかなと思いますがいかか。がですか、はいえー、今日あ来てよかったなと思うことと明日へのつなぎということで,、えーとですね、私あの、形成的評価って自分の頭からすっぽり抜けてたような気がしたんですね。であの今日皆さんの発表とかでいただいて んですけれどやっぱりあの学生自身のアセスメントっていう視野に今まで立ってなかったのでただ単にそのレポートを出してもらって成績をつけて、えー、っていうルーブリックは作ってきたんですけどその部分の視点欠けてたかなっていうふうにあの気が付きました。でやっっぱりあの日常の評価ってやっぱ出席率と それからあの論文購読表を毎回出してもらってるんであの反転事業的なイメージでで、ね、そ,それはあのやってたんですけれどもその全体を見通した中で学生自身がちゃんとこう成長してるっていうふうに自分自身で気づけるっていうふうには考えてなかったんですねただ単にちゃんと出してるねっていうチェックしかしてなかった。 なのであの今日いただいた皆さんからの意見や先生方のお話聞いてやっぱりあの形成的評価っていう視点を入れるっていうこととそれからあの中間レポートとそれから論文講読シートっていうものをこの全体の中にあの構成目的を明確にして全体の中での構成をもう一回組み直してあの入れていくともっとこう学生の成長にルーブリック自身がこう結びつけるような あものになっていくんじゃないかっていうのが今日すごいいただいた感じですね。で、もう一ついただいたっていうのは、原点の再確認で、あのル,ルイさんが信頼性、妥当性、実行可能性って言ってて、すっかり抜けてたこの言葉がもう一回、自分が実践してみて、もう一回それがこう理解が深まったみたいな、あやっぱり原点に戻って、一回自分を見直して大事だなっていう気づきをいただきました。ありがとうございます。 ありがとううございますすそうなんですね初めてあの動画であるいは書籍で学んだ時ときとそれを後に自分で実践してみたあとでまた感じ方が違うとかいったこともあろうかと思いますのでぜひです、ね、これからも動画や書籍親しんでいただければなと思う次第です。で最後にですねあの皆さんにばっかりこう明日につなげることを聞いていてですねお前たちは何をするんだと <laughs> いうことがあろうかと思いますのでこれからインタラクティブティーチングどうしていこうかみたいな話をして閉じたいと思います。えー まずですね、3点あるんですけれども、1点目、このピックリアルセッションですけれども、えー、と前回ですね、2月にやりまして、今回8月にやらせていただいているんですけれども、まあ、これからもですね、このような形でですね、年に2回定期的に開催していきたいなと思っています。で夏、まあ、今回夏ですけれども、まあ、今回ルーブリックということで、まあ、人によっては全然経験もないよっていうような、まあ、いわば新しい知識をこう取り入れるといったような形のものにしました。でこれは、まあ 4月からが年度始まりだとするとちょうどまあ真ん中あたりに今いるのでこれから取り入れていくことをまあ勉強するのにいい機会かなと思ったからです。で次がですね2月に予定しているんですけれどもこれはかなりまあ年度末になってきますのであのそれぞれ先生たちもですねまあ年度末あってまあ今年度も終わりだなって、ま。あ 振り返るほどあの余裕ないかもしれないですけど忙しい時期かと思いますけどもまあそういう時期ですので何かですねその皆さんの日頃の取り組みをですね振り返るのに資するような形のテーマを設定してやりたいと思っております。とににかくです、ね、こう半年に1回ぐらいはこう 皆さんで集まってです、ね、同じ志を持つ皆さんで集まるという、まあ、そういう機会があることでですね、まあ、ペースメーカーのような形にしていただいて半年後に会った時はあ例えばですね次回半年後までにルーブリックを何らかの成果を出してみるとかそういうふうにですねそういうペースメーカーとして。 使っていただければなと思う次第ですでまたです、ね、少し毛色の違うものも用意していまして2つあるんですけれども1つがです、ね、真ん中のポツにある対面型のワークショップということで、えー、と同じようにまあ反転事業型のイベントなんですけども、まあ、より人数を絞ってです、ね、あの20人とかにして行うというものですで。これは実はもうすでに走っていまして、えー、と6月に第1回がありそしてえと9月9日です、ね、に今度第2回があって。 でまた、11月、10月以降もです、ね、定期的に開催していく予定ですので、ぜひですね、今のところまだクラスデザインしかやっていないんですけれども、あの今日さっきあのルーブリックについてのやり取りをしているときにあ、それはシラバスにも言えますねとかっていうように、まあ、それぞれ連関しているんですよね、テキストの内容というのは。 なので、ルーブリックにとどまらず、ですね他のテーマについてもぜひお越しいただければなと思います。そして3点目に、ですね、まあ、とはいえ、毎回毎回あの、東京以外にお住まいの方、東京に来れないよということもあると思うんですけれども、まあ、吉田さんを中心にですねオンラインワークショップというものがありまして、これもすでにもう何度かあの開催されていて、参加された方もいらっしゃると思うんですけれども、これからもあの引き続き行われるということですので、ぜひですね積極的にご参加いただければなというふうに。 えー、思っておりますこれがあの我々の <laughs> 明日につなげる明日にというか明日からもインタラクティブティーチングがありますよそしてよろしくお願いしますという宣言なんですけれども、えー、これで終わるかなと思うんですけれども何か最後に言い残したことのある方いらっしゃらないですか大丈夫ですかはい <laughs> じゃあ最後にお聞きしてしましょう今回出てすごく参考になったなと思うのはあのサイボウズの使い方なんですけれどもおそらく今 サイボーズの中に A グループの人はほとんどの、えー、ルーブリック上げてると思いますであれだけ大量な実際に使われているルーブリックをダウンロードできるサイトって多分日本にないと思うんですよなんでちょっとあの宣言させていただきたいんですけれどもパクらせてください <laughs> であの共有物としてみんなでなんか使っていければいいかなというふうに思ってますんでちょっと最後に付け加わせていただきましたありがとうございます ありがとうございます。私たち自身では言いにくいこと言っていただいたかなと思いますけどもあのサイボウズの運営はですね、もちろん至らぬ点まだまだあると思うんですけども我々もかなりリソースを割いてですね、皆さんに使っていただける場にしてこれからもしていきたいなと思っておりますのでぜひご活用いただければと思いますではこれでビッグリアルセッションすべて終わりにしたいと思います長丁場でしたけどもありがとうございました